明日は北風が強く、太平洋側では断続的に雨が降る。お洗濯、部屋干ししないとかしら。気温は平年より2度ほど低くなるでしょう。ばあちゃん、ただいま。あ、おかえり。兄ちゃんのパソコン使うね。おやま。どうも、早く早く。パソコン苦手なんだもん。これ、まさかセレクターを集めてまとめてバトルしようっての？うちからすごく近い。人絵にカードの裏を持って動けない。まだめくりめくるめくる目まぐるしステージで、その絡まった感情満足いくまで何回も壊してしまう。一つになればいいんだろう。なじった手札を晒す余裕なんてないよ。乾いた後悔の海を飲み干す日々は、限られた言葉でいつしかの笑顔を許して欲しいんだろう。うつつを忘れたって構わないよ。だから今は知らないでいたい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。この辺じゃない？完成したら、あの路地のとこに大きな棒が入ることになるでしょ。ルー、あ、どうしたの？なんでも。ルー、ルーコ、さ、悩んでることとか考えてることとかあったら言いなよ。ゆずき、やっぱりルー怖いのかな。何考えてるかわからなくて。は？いや違うって。そうじゃなくて、何でも自分で解決しようとして一人で抱え込んじゃうじゃん。あ、私も人のこと言えないか。てかすみません。だけどこれ友達なんだからさ。ゆずきはどうしてそんなに優しいの？え？何いきなり気持ち悪い。どうしてそんなに強いの？ルー、ルーもそんな風に。ゆずき、たま、私、イオナさんとバトルする。何言ってんのあんた。バトルはしないって。でも、でもね、ルー願いができたから。ルー、ルーはユズキを、タマを、ルリグカードになった子たち、みんなを元の世界に戻したい。それがルーの願い。何を犠牲にしても叶えたい。ただ一つの願い。
気持ちは嬉しいけど無理だよ。どうして？言ったよね、無限少女はもともとはルリグ、そしてルリグは私がそうだったようにもともと普通の女の子。普通の女の子に叶えられない願いはやっぱり叶えられないんだ。どうしたって叶えられない願いもあるよね。例えば未来にタイムスリップしたいとか。その通りです。ただそれを決定するのは私ではない。セレクターバトルに捧げられた少女たちの願い、その多くは絶対に叶えられない願いではありません。常識、保身、それらが願いの実現を妨げているだけ。けれどルリグはそれに縛られてはいられない。セレクターの願いを拒否し続ければ自分は永遠にカードの外に出られないのだから。外の世界に憧れるルリグは少しでも叶う可能性のある願いならばしがみつく。その願いの実現のためどんな汚い手でも使う。そんな。だからこそ了解の儀式、最終的なトリガーが必要になるのです。さあ一緒に。私は受け入れる。私は受け入れる。選択者の断りを。選択者の断りを。そして今ここに新たなる無限少女が誕生する。無限少女になったら必ず願いを叶えなければなりません。願いを了承し契約が完全となったら最後、願いを叶えられなければ無限少女は消える。前に花代さんが言ってたじゃん、人への記憶を元に戻すことはできないって。それは花代さんがそう判断したからなんだ。それじゃルーの願いは。ルリグをカードから解放する方法なんてわからないよ。もしかしてあの子なら知ってるかもしれない。だけどもう一度あの子の元に行く方法もわからない。できるかもしれない。たま、わかんないけどできるような気がする。ルリグになっちゃった子たち元に戻すの。どういうこと。わかんない。でもたま、なんとなくできそうって思ったような気がする。たま、もしかして。バカみたい。意味なかったんじゃん。こんなバトルに乗る必要なかったんじゃん。私たち必死になれば誰にでも叶えられる願い、そんなのにカードになるとか消えるとかいろんなものかけて。例外はあります。無限少女が皆普通の少女とは限りません。中には不思議な力を抱えた特別な少女がいるかもしれない。何それ、不思議な力って。それこそ馬鹿げてる。ルリグになっておきながらなおもあなたは不思議を否定する。そろそろ時間です。あなたがルリグカードとなりセレクターと出会う朝が来た。待て、あなたは。私はいつでもここにいます。カードの世界と現実の世界、その狭間に。ではおはよう。タマは他のルリグとは何かが違う。あの子の言ってた特別な少女なのかも。じゃあルーの願いは。ダメだよ、忘れたの。願いを叶えればルーコルリグになっちゃうんだよ。でもルリグを全部カードから解放するっていうお願いだったらルーもカードにならなくて済むかも。わかんないじゃん。ルーコだけが生贄みたいにカードになったままとかあるかもしれない。でも、もっとちゃんと考えよう、ルーコ。
私たちはまた会えるかもしれないけど、そんでこうして話せるかもだけど。でも、セレクターじゃない人には、おばあさんとかにはさ、もう会えなくなっちゃうかも。それ、私のルリグですよね。人へ、私のルリグ、返してください。人へ、人へ、話を聞いて。あのね、人へ、ルーは話すことなんて何もありません。人へ、待って。私は裏添えようなのファンの集いに参加します。私と話があるならバトルフィールドで会いましょう。もしルーの願いが叶ったら。あら、なんだ、お前なの。元気にしてるよ。お友達もできて。うん、そう。やめなさい。もう過ぎたことなんだから。自分を責めても意味がない。だけど今さら母親ぶるのもやめなさい。お前はね、親になれなかったのよ。向いてなかったんでしょ。それにね、お前が思うよりもルー子は大人じゃないし子供でもないんだよ。ああ、うん、またかけるから。それじゃあ、ルーちゃん、ご飯できてるよ。お母さん。ルーね、願い事ができたの。願い事？ルーね、ちっちゃい頃ね、いつもお母さんとお父さん喧嘩してたの。悲しかった。本当はお父さんとお母さん仲良くしたがってるの分かってた。でも喧嘩はやっぱり悲しくて、誰かと仲良くなりたいって思うから苦しくなっちゃうんだって思った。だからルーは、ばあちゃんも兄ちゃんもいるし、他の人はいいやって。でも。ルーちゃん、お友達のためにって言ってたね。お願いってそのこと？いけないこと？いけないことじゃない。じゃあ、いいこと？いいことだと思うな。ルーは絶対に。ルーちゃんはね、ばあちゃんの宝物。ルーちゃんがいいことだって思うなら、それはばあちゃんにとっても素敵なことよ。思うようにおやりなさ。願いは叶うはずよ。優しいルーちゃんの願いはきっと。ばあちゃん。あら、おっきい赤ちゃんだ。よっ。ルー？ん？本当にバトルするの？うん。またイオナさんと戦えるよ、タマ。楽しみだね。タマ戦いたくない。ばあちゃん知らないから、ああ言った。本当のこと知ったら、絶対に嫌って言う。タマだってルーのルリグがいい。ルーとずっと一緒にいたい。タマだってばあちゃんだって嫌だもん。ルーと別れするの絶対嫌だもん。タマ、きっと大丈夫だよ。でもユズキ言った。わかんないって言った。ルーの願いが叶ってね。ルーもカードにならなくて今のままでね。
そしたら、ずっと一緒にいよ。タマ、ずっとうちにいるといいよ。一緒に朝ごはん食べて、一緒に学校に行って、ゆずきとも、ひとえとも、お友達になって。今はお休み中だけど、夏になると、角の甘味屋さん、美味しいソフトクリーム売ってくれるから。一緒に、買って帰ろう。ね。だから、たまは、やだ。やだよ。それでもね、たま、ルーは、行かないとなんだ。いってらっしゃい、ルーちゃん。うん。晩ご飯までには帰ってくる？晩ご飯。ルー、じゃがいものグラタンがいい。ベーコンたっぷりでね。行ってきます。決めたから、行くんだ。みんな、分かってるんだ。ここにはセレクターしかいないってこと。皆さん、私のファンの集い、いえ、セレクターだけのウィクロスパーティーにようこそ。このビルは父の持ち物です。今日は工事は休み、私たちを邪魔する人はいない。私たちは願いをかけて戦っていますけれど、何度勝てば願いが叶うかはわからない。勝利条件が見えない。そんな不安に皆さんは焦りを感じてるはずですが、これだけのセレクターが集まりバトルし合えば、必ず勝利条件は達成するはず。今日ここで何人もの無限少女が生まれるのです。何人もの無限少女。ただ勝利する者がいれば負ける者もいる。闇雲に戦い、無限少女となる権利を失わせるつもりはありません。この戦いはトーナメント制です。敗れたならば、そこで今回のバトルからは降りていただく。無意味な犠牲者を生まないための措置です。そして最後まで勝ち抜いたセレクターには私と戦っていただきます。12階の4番。準備はいいでしょうか。それではバトルを開始します。オープン。タマ、グローブ、ゴシックバウンダリー。ごめんなさい。きっと勝ち抜いてあなたのことも救ってみせるから。ミツルギス召喚、これでとどめだよ、タマ。タマ、タマ、タマに納得してもらわなくちゃ、ルーの願いは叶わない。ごめんね、タマ。それでもルーは戦わなくちゃいけないの。こうなりましたね。おしゃべりしてくれるんだよね。バトルフィールドでなら。オープン。生まれる気配ないね。
無限少女。ええ、ただ3回負けたセレクターはもう現れてるみたいね。あの場所に行くんだ。あの白い部屋、あいつの待つ場所。滑り矢をバウンスしてアタック。ユズキ、グロー、三鏡をバニッシュ。すごく強くなってる。断罪の歴弾。たま、ごめん。ユズキ追撃、スクエアをバニッシュ。なんか違うよ。何がですか？前にヒトエとユズキとバトルした時と違う。ルーカ、みんなで遊びでウィクロスをした時すごく楽しかった。だけどルーは本当はあの時物足りないって思った。本気のバトルがしてみたいって。ルーカ、だけどね、もうあのバトルができないんだって思ったら やっぱり人絵の中にはまだちゃんとあるんだ、私たちの記憶が。ゆずき、人絵聞いて、私たち三人は友達だったんだ。ゆずき、痛いよね、ごめんね。でも思い出してほしいんだ。ゆずき、人絵苦しんで。ルーコは人絵がこのままでもいいの？セレクターバトルなんかに好き勝手にされて、せっかく私たち友達になれたのに。ルーネ、人絵とゆずきとまたあんな風にバトルしたい。友達同士のバトルしたい。やめて、やめて。人絵、思い出して。もうあんたの願いは叶ってる。カードに願わなくたってもうとっくに。やだやだやだ。人へ頑張って、それでもう一度。もう黙って。人へ、やっぱり何も聞きたくない。私の願いを叶えたい。だから人への願いはもう叶ってる。私に違う。お願いだから、お願いだから、私に願いを叶えさせて。人へ、そのシュシュ。さーて、そろそろじゃない？これが私にとって浦添ユーナとしての最後の戦い。そうね、あなたと一緒に戦えて楽しかったわ。いいよな、あなたみたいなクソったれとね。最後まで音もするわ、セレクター。その選択は。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。